よく晴れた天気になりました神宮球場です。セリーグ公式戦東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズの2回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか？まずは先制点を取って優位な展開に持ち込めるかですよね。なるほどね。どちらが先取点取るんでしょうか？まずはスワローズの先発石川が神宮球場のマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか？西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。引っ張った、サード取った、一塁送球アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターは2番に入っている大島、昨日はマルチアンダーを記録しています。チャンスで打ってましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。石川、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上石川、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。さあ3球目は何か。いいストレートですよね。インコースストレート、際どいところに決めました。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。まあ、ここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど、そうです。打ちました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには3番アルモンテ、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何から入ってくるか。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。まあ、ピッチャー牽制、走ってきた、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。この盗塁大きいですよ。一打先制のチャンスになりましたね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。そうですね。打ちました、ファウルになります。フェアなら長打になってたかもしれませんね。このピンチ見事三振を奪いました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスにはビシエドが入ります。さあツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。初球バットが回ります。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。これは見送ってボール。アウトコース、これは見送ってボールです。平行カウント、このピンチ見逃しで三振を奪いました。
バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう。ピンチの場面でしたが連続三振で切り抜けました。いい球ですね。先制のチャンスがあったドラゴンズですがそのチャンスを生かせませんでした。西さん、長いシーズン怪我などもありますから年間通してベストオーダーが組めるかどうかっていうのは大事ですよね。いや、そうですね。それを含めてが、チーム作りですからね。そのあたり監督の采配にも注目が集まります。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の柳。さあスワローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。坂口が打席に入ります。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。さあまず1球目、初球大きく外れています。改めてお聞きします。バッターの坂口、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、とにかく塁に出てくれるチャンスメーカーですね。ああそうですか。高めストライクになります。ワンボールツーストライクと追い込みました。さあ勝負してくるのか。ファウルになります。流しました。これは手を伸ばして取った。一塁へアウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。赤星さん、今のプレーいかがですか。ああこれはしょうがないですよね。いいプレーでしたね。バッターは2番に入っている青木。昨日のゲームで4安打を記録しています。当たってましたよね。さあこの調子を維持していけるか。まずはワンアウトを取っています。空振りです。得意のボールでストライクを取りました。ボールになります。インサイド変化球外れます。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。強打が掴んで2アウト。クリーンアップが登場します。バッター山田、昨日のゲームでは見事なホームランを放ちました。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。2アウトになっています。打ちました。大きな打球になった。これはどうか。ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続安打。ツーアウトランナー二塁。まず際どいコースをついてきました。ライト方向を流します。一、二塁間を破る。バックホームする。
タッチはセーフ。スワローズ1点を先制しました。ライト前のタイムリーヒット。1対0、スワローズ試合の主導権を握ります。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがというところですよね。思い通りの展開となったゲーム、初回から動いていきます。バッターは5番雄平。スワローズ見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、ああいった形で先制できると流れも引き寄せられますからね。ええ、さあこの勢いをこのまま続けることができるか。次が2球目、インサイド打ち上げました。レフトへ打球伸びる。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回スワローズ先に点を取りました。1回終わって1対0、スワローズ先制です。2回に入ります。追いかけるドラゴンズの攻撃、打席には5番バッター高橋。昨日のゲームでは無安打に終わっています。さてスワローズの先発は石川、昨シーズンは7勝を挙げている。高め打ちました。これセンターへ抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは6番阿部。昨日はマルチ安打を記録しています。ヒットでランナーを1塁に置いています。外から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。ここは併殺だけは避けたいです。打ちました。取った。セカンド送球、二塁アウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。バッターは7番に入っている京田。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ドラゴンズダブルプレーでランナーなくなりました。この回の石川3球でアウト、効率のいいピッチングです。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどもね。はい、そうですよね。2球目は何で来るか。これはバットが泳ぎます。ノーボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。この回ドラゴンズ結局3人で攻撃を終えています。1対0、1点リードはスワローズです。ゲームはこれから2回の裏に入ります。スワローズの攻撃、バッターボックス村上、2試合当たりが出ていません。スワローズ1点リードで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずはリードを広げていきたいですね。そうですね、序盤でもう 2,3 点取っておきたいところですね。そうですよね、相手にプレッシャーをかけておきたいですね。打ちました。これはどうか、センターに抜ける。先頭バッター出ました。スワローズノーアウトランナー一塁です。さあ一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターは中村。バントの上手い選手なので送る可能性が高いでしょうね。なるほど、そうですか。初球ストライク。これはショートの横抜けた。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁二塁です。さあそして打席には太田が入っています。さあ追加点のチャンスです。まだ序盤ですし、リードは大きいに越したことはないですから、ここもしっかり得点しておきたいですよね。なるほど、そうですよね。初球フルスイングですが空振りです。
三遊間抜ける、三塁へ送球、サードランナーホームイン、スワローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、2対0になりました。スワローズなおも三塁一塁のチャンスです。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。そうですね、この流れに乗っていきたいですよね。早いイニングからゲームを楽にできそうです。さあバッターボックスには先発の石川が入っています。ここは自分で援護点を取りに行ってほしいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。ちょっとすっぽ抜けた感じです。切れてますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。いいまっすぐですよね。インローのストレート、力のあるボールです。ワンボールツーストライクです。追い込まれたんで空振り三振を狙うようなボールでしたね。よく見極めましたよね。はい、そうですよね。これはショートライナー。さあそしてバッターボックスには坂口が入ります。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。なるほど、そうですね。インコース低めの球、ここはあっという間に追い込んでいます。センター前のタイムリーヒット、3対0スワローズ3点リードとなりました。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。できればこの回で大きく勝ち越しておきたいですよね。この序盤戦徐々にリードを開いていきます。ここで畳みかけたいですね。さあそしてこのチャンスで打席には2番の青木が入っています。初球空振りです。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、ゴロを打たせるようなボールには注意したいですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。追い込まれてるんで際どいところは手を出していかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。このスライダーは外れます。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。せめて右方向に転がしてランナーを進めたかったですよね。さあそして打席には山田が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあ1点でも多く得点しておくべきですから、今度はしっかりつないで追加点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。これが2球目。ああ今のは内頃のボールでしたけどね。はい、バッター何を狙っているんでしょうか。外へ持っていきましたが入りません。いや、よく見極めましたね。素晴らしい選球眼ですね。はい、低めわずかに外れてボール。牽制、二塁はセーフ。
さあ仕留められるか。引っ張った、高い打球レフトへ、ここは打ち上げています。上がりすぎました。アルモンテが掴んで3アウトです。しかしこの回スワローズ2点を追加しています。2回の裏3対0、ヤクルトスワローズのリード広がっています。3回に入ります。追いかけるドラゴンズの攻撃、8番バッターはキャッチャー大野。昨日のゲームは猛打賞を記録しています。前の試合は調子が良かったですよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。スワローズリードで迎える3回です。インサイド、打球は右中間へ、ライトが取りました。ピッチャーに打順が回って先発の柳がバッターボックスです。まあ打てないにしてもね、球数投げさせるくらいはしておきたいですね。そうですね。初球ストライク、得意のボールでストライクを取りました。ストライクになります。ノーボールツーストライク。次が3球目、アウトコース外れます。釣り球でしたね。はい、高めストレート外れてボール。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って平田、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。まずは見送り。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。さあ外してくるのか。外へのシュート外れます。変化球空振り、ツーアウトになりました。打席には2番バッター大島。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね。ええ、ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。ツーアウトランナー一塁です。さあ2球目は何か。打ちました、流しました、これはどうだ。サード取った、三塁タッチはアウト。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。3対0、ヤクルトスワローズがリードしています。今画面に出ているのが先ほどの配球です。初球ストライク、さてこのバレンティンどういうバッターなんでしょうか。まさにホームランバッターですね。打球がいい、打ちました、ショートが取る、一塁送球アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。いいプレーに阻まれてしまいました。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか。これは守備が良すぎましたね。打席には5番バッター雄平、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。
初球打ち、ライン際に打球が飛んでいる、わずかに左に切れました、ファールボール。低めの球、手を出しました。あっという間にツーストライクです。さあ外してくるのか、痛烈、これはどう、破りました、センター前、これで8試合連続安打、ワンアウトランナー一塁となりました。6番バッター村上、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか、コーナーを攻めます。ノーボールツーストライクです。ここはクイックがうまいピッチャーなんで、打った、高く上がった、さあどうだ、外野大きな打球ですが、バッターボックスは7番中村、先ほどは見事なツーベースでしたよね、ここも思い切っていってほしいですよね、期待しましょう。ツーアウトになっています。これは手が出ないか、インコース詰まりました、ここはフライになっています。取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。3回終了3対0、ヤクルトスワローズがリードしています。回は4回の表、ドラゴンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。アルモンテがバッターボックスに入ります。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。スワローズリードで迎える4回です。インサイド落ちました、ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは4番ビシエド、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが最後は見逃し三振に倒れています。まずはワンアウトを取っています。弾き返した打球はレフトへ、バレンティンが掴んでツーアウト。打順は5番高橋、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトになっています。この回の石川4球でツーアウトにしています。簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。インコース決まった、アウトコース決まってストライク、ワンボールツーストライク。インサイド落ちました、これはどう、センターに抜けました、これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは6番阿部、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ヒットでランナーを一塁に置いています。変化球タイミング合いません、ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか、打ちました、セカンド取った、一塁送球します、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。3対0、ヤクルトスワローズがリードしています。
ヤクルトスワローズ4回裏の攻撃になります。8番バッター太田、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。スワローズリードで迎える4回の攻撃です。赤星さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、まだ安全圏な点差ではありませんから。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。センターが取りました。次はピッチャーの打順ですが、先発の石川が打席に入ります。ピッチャーであっても出塁しようという気持ちで打席に立ってほしいですね。そうですね。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。次が2球目、打ちました。セカンド取る。アウト、ツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター坂口、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトランナーありません。この回のスワローズ打線ですが、4球でツーアウトになっています。ちょっと相手を楽にさせている印象がありますよね。はい、そうですよね。流しました。これはどうだ。レフトの前、あっという間にレフトへ。今日もマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。2番バッター青木、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。2球目は何で来るか。高めのボール打ちました。センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。大島が掴んで3アウトです。ランナー出ましたが、スワローズ得点には至りませんでした。4回終了3対0、ヤクルトスワローズがリードしています。5回の表、7番から始まるドラゴンズの攻撃。バッターは強打、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れて打ちました。ショートうまくさばいてアウト、ワンアウト。バッターボックスは8番大野、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは注意していった方がいいですね。そうですね。石川、まずは先頭バッターを打ち取っています。スライダー決まりました。あっという間に2ストライクです。3球目は何で来るか。ここは落としてきました。高めのボール、これはどうか。センターへ抜ける。ワンアウトランナー一塁です。さあ、ランナーを一塁に背負います。そしてバッターはピッチャーの柳。まあ、先発として試合を作っていますし。送ります。ファウルです。簡単なボールじゃなかったですけど、まあ、決めないといけませんね。そうですね。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。ここはバントを警戒。バントしました。取りました。一塁へ送ります。ツーアウトになりました。送ってきました。ツーアウトランナー二塁。さあ、スワローズ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはしっかり抑えて、このリードを保ったまま終盤まで行きたいですよね。そうですよね。さあ、そのマウンド上の石川、この状況にどう対応してくるか。2球目打ちました。ヒットになった。ホームに送球する。これで3試合連続安打。ツーアウトランナー三塁一塁。
初球はストレート決まっています。もう一回インローに持ってきました。結局これも見逃しました。バッターの大島、打ちました、流しました、三遊間抜ける、サードランナーホームイン、1点返しましたドラゴンズ。レフト前へのタイムリーヒット、3対1、スワローズ2点差に迫られています。抑えたかったんですがタイムリーが出て点差が縮まります。これで2点差となりました。ここで攻撃の流れを止めないといけませんよね。さあこの場面で打席には3番のアルモンテが入っています。アウトコース、これは見送ってボールです。ストライクを取ってこれで追い込んだ。レフトに持っていった、ワンバウンドヒットになった、ホームへ、レフト前ヒット、これで3連打。打席には4番バッタービシエド。スワローズこの回1点を返されています。さあリードを2点まで迫られ、なおも得点圏に同点のランナーを背負った場面。これが2球目、センターへ、これは上がりすぎ、ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト、同点のチャンスものにはできませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。しかしこの回ドラゴンズ点差を縮めていきます。3対1、ドラゴンズが追い上げています。赤星さん、今日は接戦となっているわけですが、この試合展開をどうご覧になりますか？まあ見ていて両投手の緊張感が伝わってきますし、いい展開でここまで来てるんじゃないですかね。そうですね、このまま勝ちにつなげることができるんでしょうか。さあ2球目は何か、打ちました、詰まりながらもセンターへ、ここは打ち上げています。センター掴んでワンアウト、打順は4番バレンティン。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはスワローズが石川、そしてドラゴンズが柳、この2人の投げ合いとなっています。次が2球目、ストライクになります。ノーボール2ストライクです。アウトコース外れました。打ちました、これはどうか、ピッチャーが取る、アウト、ツーアウト。バッターボックスには5番雄平、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。ストレートが決まりました。
改めてお聞きしますが、バッターボックスの雄平、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。そうですね、まあ状況によって打ち方も変わるとは思いますけど、本来は一発を狙うホームランバッターですよね。なるほど、ここはどういうバッティングをするんでしょうか。振っていきましたが三振、スリーアウトチェンジ。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。5回終わって3-1、ヤクルトスワローズがリードしています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは1回の表、このピンチの場面、最後は得意のボールで三振、ピンチをしのぎます。裏の攻撃、得点圏には先制のランナー4番バッターバレンティン、ライトへのタイムリーヒット、スワローズ先手を取ります。2回の裏、ノーアウト2塁3塁で8番太田、レフトへ弾き返すタイムリー、スワローズ1点を追加します。さらに続きます、ワンアウト1塁3塁で1番坂口、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。スワローズ1点を追加します。5回ツーアウト1、3塁のピンチ、2番バッター大島、追い込まれてからのタイムリー、スワローズ1点を返されます。ピンチの場面だったんですが、ヒヤッとしましたが外野フライ、同点のピンチをしのぎます。今日は非常にコントロールがよくストライク先行です。球種の割合はご覧の通りです。神宮球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるドラゴンズの攻撃、5番バッター高橋、今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。すさまじい集中力を見せています。スワローズリードで迎える6回です。打ちました、山田、アウト、ワンアウトです。バッターボックス阿部、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。石川、まずは先頭バッターを打ち取っています。さてこのところのドラゴンズですが、ここまで2連敗、連敗は避けたいところでしょう。バッターボックス京田、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。この回の石川、早くも2アウト、まだ3球しか投げていません。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどもね。はい、そうですよね。打ちに決まりました。低め、落ちるボール決まりました。ワンボールツーストライクです。打ちました、これもセカンドゴロ、山田、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3-1、ヤクルトスワローズがリードしています。この村上、ここのところ5試合で打率が2割を大きく下回っていますが、バッティングの調子はどうなんでしょう。先ほどのヒットではしっかり振れてましたから、調子自体は悪くないと思いますね。なるほど、今日の調子はどうなんでしょうか。2球目は何で来るか、インコース、ボール、ボール先行です。インサイド見送っています。
さあ4球目は何か。低めの球、ツーボールツーストライクと追い込んでいます。アウトコース打ちました。これはショートライナー。バッターは7番中村。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。初球ストレート見送っています。ボール。これが2球目。外へ持ってきました。低め空振り、ワンボールツーストライク。次が4球目。打ちました。この当たりはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。センター掴んで2アウト。バッターボックス太田。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね、期待しましょう。2アウトになっています。打ちました。セカンドが取る。一塁アウト。スリーアウトです。この回スワローズ三者凡退です。6回終わって3-1、ヤクルトスワローズがリードしています。7回の表追いかけるドラゴンズの攻撃。打席には8番バッター大野。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。スワローズリードで迎える7回です。角度がありますよね。クロスファイアーですよね、はい、低めにストレートが決まっています。ノーボールツーストライク。インサイド落ちました。坂口が抑えています。ワンアウト。現在のピッチャーの状態まだ100球には達していませんが多少きつくなってきたでしょうか。バッターボックスには代打の福田。石川まずは先頭バッターを打ち取っています。これがチーム10本目のヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。打順はトップに帰って平田。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。さあ外してくるのか。変化球が低めに外れます。インサイド落ちました。これセカンドの右抜ける。二塁はセーフ。これで2試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。さあスワローズ得点圏にランナーを背負った場面です。リードしているとはいえ安全圏ではないんで集中してきっちり抑えたいですよね。なるほど、そうですね。
さあその変化球打った、ピッチャーが抑えた、二塁アウト、際どかったがアウト、ダブルプレーでスリーアウト。先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。3対1、ヤクルトスワローズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、スワローズの攻撃に入ります。7回の裏、スワローズの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。福が2番手としてコールされています。この回ピッチャーからの打順でしたが、スワローズ代打が告げられました。バッターボックスには代打の川端。赤星さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。そうですね、ここはそういった役割が求められる場面だと思いますね。さあ繋いでいけるかどうか。際どいコースに送ってストライク。さあ2球目は何か。低め外れました。これが3球目。高めに持ってきました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。ファウルになります。打ちました。これはどうか、センターに抜ける。見事起用に応えました。ノーアウトランナー。バッターボックスには代打の荒木。さあここでもう一つリードを広げておきたいですね。まあそうですね、しっかりつないでここでさらに点差を広げておきたいですよね。そうですよね、ここは確実につないでいきたいところ。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。次が2球目。打った、センターに強い打球。センター下がっていく、下がっていく、追いかけますが頭を越えました。これがチーム10本目のヒット。ノーアウトランナー三塁一塁。さあそしてバッターボックスには青木が入ります。さあ追加点の欲しい場面。何が起こるか分かりませんから、ここもしっかりダメ押し点を取っておきたいですね。なるほど、そうですね。これが1球目。まずは変化球。スワローズ追加点を挙げました。4対1、なおも二塁一塁のチャンス。ここで期待に応えました。見事なタイムリーが出て点差を広げます。いやー理想的な形で点を取れましたね。この流れでもう1点欲しいですよね。試合は大詰め、この追加点は存在感があります。ここで突き放しておきたいですよね。さあこのチャンスでバッターボックスには3番の山田が入っています。まずはストライク。ファウルボールです。ツーストライクです。ファウルです。外れました。ここは釣り玉は振らないように注意したいですね。なるほど、そうですか。ライトへ、これは上がりすぎたか。ここはフライになっています。落下点に入ります。ライトフライ抑えてアウト。ワンアウトランナー二塁一塁。
つなげたい場面でしたからね。まあでもね、次は勝負強いバッターに回ってますから。非常外の球打った、サード取った、そのまま三塁に入ってアウト、ダブルプレー、チェンジです。ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。まあ切り替えていくしかないですよね。しかしこの回スワローズ1点を追加しています。7回終わって4対1、ヤクルトスワローズのリード広がっています。これから8回ドラゴンズの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。背番号20近藤がマウンド上に上がっています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。さあマウンドに上がったのは近藤、今シーズン6試合目の登板です。サニさん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。まあしっかり攻略したいですよ。このイニング反撃の口火を切ることができるんでしょうか。打ちました。これはどうだ、グラブが届いた、一塁へ。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは4番ビシエド。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですがセンターフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。内から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。中途半端なバッティングで併殺するのだけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。4球目は何で来るか。ライト方向を流しました。ライトへ打球伸びる、ライト掴んでワンアウト。さあこの終盤で一塁にランナーを背負います。バッターボックスには高橋。何か仕掛けてくるかもしれませんから、ランナーの動きには注意しておきたいですね。さあランナーをどう生かしてくるか。2球目を見送っています。まあ、ここは際どいところも打っていかないといけませんね。なるほど、そうですか。打った、この打球は落ちるか、どうだ、レフト掴んで2アウト。バッターは6番阿部。今日はまだ当たりがありません。2アウトになっています。インサイド決まっています。高めのボール、三塁ファールフライ、ライン際へ打ち上げています。サードが構えます。川端が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。4対1、ヤクルトスワローズがリードしています。8回の裏スワローズの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。マルティネスが3番手としてコールされています。さあマウンドを任されたのはマルティネス、今シーズン2試合目の登板です。初球ボール、低めのボール入りました。ここは156キロを計測しています。
球で打ちました。このフライはどうだ、落ちるか、レフト掴んでワンアウト。打席には6番バッター村上。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席アウトにはなりましたけど、しっかり捉えてましたよね。調子は悪くなさそうなんで、今度やってくれるかもしれませんね。そうですね。ワンアウトランナーなし。アウトコース見送ってストライク。あっという間に2ストライクです。打ちました。ここはフライになっています。ショートに任せます。掴んで2アウトです。打席には7番バッター中村。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。これでマルチヒット、2アウトランナー2塁。さあスワローズ追加点のチャンスを迎えています。この回での追加点はかなりのダメージになりますから、しっかり手を打ち上げました。高い打球になった。掴んで3アウト。追加点は与えませんでした。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。8回終わって4対1、ヤクルトスワローズがリードしています。9回、神宮球場が歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。スワローズの守護神梅野、声援を背負っての登板となります。高めのボール、右中間へ打球伸びる、ライトが取りました。ワンアウトです。打順は8番大野。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ワンアウトランナーありません。さあ守護神梅野がドラゴンズ打線の前に立ちはだかります。まあピッチャーがいいですからね、どう攻略するかですよね。そうですね、簡単には打たせてくれない相手なんですが、なんとか意地を見せたい。見送っています。ボール、ファウルになります。三振です。バッターボックスには代打の藤井。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい、さあつなげるか。アウトコース決まってストライク。見送ります。打ちました。ライナー掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。ヤクルトスワローズが見事勝利を収めました。なんとかリードを守りきりました。やはりこういう展開のゲームをものにすることはチームとしても大きなことだと改めて感じました。勝ったヤクルトスワローズ、大きな今日は勝利になりました。一方のドラゴンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。
本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。